こんにちは。商売をするときに株式会社にするのか合同会社にするのかね、これっていうのは賃貸にするのか持ち家にするのかっていう、いわゆるね、自分の住まいを決めるときと同じぐらい答えの出にくい論争だと思うんですよ。で、私はこれにね、一定の回答をもう出してるんですよね。それは何かっていうと、目的によるんではないかなってことなんですよ。所有する自分の住まいにしても賃貸にしても目的が違えば手段も違ってくるわけですよね。だから手段が賃貸になったり手段が持ち家になったりする、それはまあごく当然のことなんで、単純比較すると答えが出にくい永遠の課題だよねってなっちゃうわけなんですよね。で、自分が商売をするときに、例えばね、取引先に株式会社という先入観の方が取り組みやすい会社が多い場合は、やっぱり自分が起業するときも株式会社をすればいいと思うんですよ。というのが、株式会社ってもう今ね、1円で作れるんですよ。以前は3000万円ぐらいかかってたんで、2005年の新会社法までね、作りたくも作れないんで、合同会社ではなくて、有限会社にしたり合同会社っていう発想になっていたんですけども、その頃の名残でね、合同会社っていうのはお金がない人がやるもんだっていうふうに勘違いされてる面があるんですよ。で、じゃあアップルもGoogle も YouTube も合同会社じゃないんですかとかね、いう方がいますけども、それ単純比較できないのは、それって日本の企業ですかってことだったり、そもそも目的違いますよねと。そんなね、超一流のグローバル企業と私個人がやっている売上高々ね、年間で数千万の会社を比較して、アップルが合同会社だから、じゃあうちも合同会社なんですよっていうのは、まあ納得できないでもないですけども、手段も目的も違うんで単純比較できませんよねってことではあるんですけども、でも多くの方はそこまで考えないので、まあどっちでもいいんじゃないかなということでございます。私としては目的に応じて合同会社なり株式会社なりっていう選択をするつもりで、結局ね、株式会社のメリットと合同会社のデメリットを私の個人的な都合で、商売の都合で比べたときに、これは株式会社なんですよ。で、まあ名残があるといえば、私はもともとリアル事業とかリアル店舗、こちらの方がまあ長かったんでね。ですんで、取引先との関係で株式会社がやっぱり銀行の取引、他社との取引、それから就職の募集ですよね、人員募集、そういった人事に関しても株式会社って頭の方が多くの方がね、不安や疑問を感じずに、まあ、取引できたっていうところがあります。でもまああれから随分長い時間が経ちますんで失礼しました、今となってはね、どちらでもいいとは思いますんで、例えばね、これから事業を始められる方、商売を始められる方が、合同会社株式会社どっちがいいんですかって言ったら、まあどっちも同じですよという回答になります。ただ株式会社のメリットを知らずにどっちがいいのか迷ってるようでしたら、まあそれはね、もうちょっと調べたらいいんじゃないですかと。自分がどんな商売をどんな目的やるのかによって、そのメリットが活かせるのが株式会社なのか合同会社なのかってことが変わってきますよっていう回答になります。私もね、2005年以前から会社をやっていて、2005年の新会社法からやっと株式会社の登記ができるようになって、それからね、20社ほど作ってほとんどの会社を、まあ、閉じていって、今残ってる株式会社が3つなんですよね。で、その3つってのはどうしても株式会社で、進めていきたいという形でなりましたけども、これから何かね、新しい事業を立ち上げて何かしらの組織体を作ろうかなと思った時に、私はやっぱり合同会社を選択するかもしれませんね。もしくはそうですね、個人事業という形にするかもしれない。まあでも、もうこれ以上事業を広げてもしょうがないんで、今3つでもね、持て余してますんでね、まあ1個でいいのかなっていうふうに最近は落ち着いてきたかなっていうところでございます。はい、ということでね、株式会社がいいのか合同会社がいいのか、どっちがメリットなのかわからない方はどっちでもいいと思います。そこまで影響がないと思いますんで、明確に株式会社じゃないとダメだっていう事情があるんだったら当然ですけども株式会社になりますし、合同会社の方が有利なんだよって言えば合同会社でいいと思いますよね。目的と手段、これによると思います。ただね、ちょっと引っかかると言いますかね、最初の設立費用のことで悩んでるんだったら、一体いくらの商売したいんですかって聞きたいですね。これは確かに合同会社作成費用っていうのは株式会社に比べて安いですよ。年間の事業経費も合同会社の方が安いと思います。縛りも合同会社の方がないと思います。ですので経営する側としては合同会社の方が身軽だと思うんですよ、で株式会社の方が、まあ日本古来のやり方と言いますかね、行政ごともがっつりと組んでくれるのは株式会社なんで有利ではあると思いますけども、
まあでもね、最初の初期費用が安いからっていう理由だとしたら、確かに節約はした方がいいんですけども、いやいや、最初株式会社作るのに30万ぐらいはかけましょうやって思っちゃったりしますね。それこそ情報商材を買うよりもいいと思いますよ。情報商材はね、はっきり言って無料でいろいろ落ちてるんで、今更買う必要ないと思いますんでね。でも株式会社落ちてないんですよね。そんなところじゃないかなと思いますね。まあこれから作るんだったらどっちでもいいですよっていう形でございます。強いて言えば目的は何ですかって聞きたいですけども、まあそんなにね、株式会社じゃないといけないほどの事情っていうのは多くの方にはないと思いますから、関係ないんじゃないですかね。まあ費用が安い方がいいっていうんだったら、まあ、合同会社でよろしいんじゃないでしょうか。はい、世の中にね、合同会社の割合はこれからそういった事情でどんどん増えるんじゃないですか。アメリカではね、4対6ぐらいで株式会社4だって聞いたことがありますね。これ10年ぐらい前なんですけども、まあですので日本もだんだんそうなるんじゃないですかね。株式会社は保護されてるのと同時に結構ね、縛りも多いですからね。ということで今回は以上です。